クラフトが言うには誰にも触られたくないってのが僕の渇望らしいんだけどね。自覚はないんだ原因も。大方親父にでも掘られたんじゃねえの。え、なんで知ってんの。は、家業だったからね。そういうの働かないとさ食べていけないじゃん。だから男に生まれた僕じゃ困る。いらないものがついてるから取られちゃったよ。お母さんからこうブチブチって。それからは一緒にお客を取ったよ。いっぱい稼いで頑張っていろんな人に愛されて楽しかったなあの頃は。でもね、なんだか変なんだよ。僕がお客を取れば取るほどお母さんは壊れていくんだ。とても綺麗な人だったのに、みんなの人気者だったのに、怖い顔で僕をぶつんだ。あんなあんな、この恥知らず女のふりをするんじゃないよ、気持ち悪いって。変だよね。僕に女の子の名前をつけて男じゃなくしたのはお母さんなのに。お前なんかが一気に。